生かした味方につけさって自分がいいっていうふうにスペースを使うことがすごく少ないな。相手見て決めるっていうその判断もあって、だけど相手を動かして判断を変えさせるっていうことはすごくスピードの中では少ないな。人間だけでここからドンっていうふうに何本か、これなんでここの反応が遅いのか分かるじゃん。向こうの空間はこうやってやってるの、もうこの時にチラッて見たら俺分かってるよというふうに対応したら蹴るか蹴れない、取られる可能性が高い。そしたら相手のプレーを変えていけるんだから、これ蹴られないのかって言ったのをフォワードにさせる、この策だね。こうだ、そしたら蹴らない、そしたらこう、サイドバック、サイドバック、サイドバックとサイドハーフのアイランドのこれ三角形で、でこの時にサイドハーフがこうやって見て後ろに下がるんですよ。後ろに下がったら何がなくなるかって言ったら、ディフェンスと中盤の間のスペースがなくなる。したらディフェンスがなくなる。そしたらあこれで止まる。意味は分かるよ。高い人ってこの間いろよ。センターバック来りゃいいな。でも何回も来るわけじゃないです。あ、来ねえな。こいつらもう俺見れてるし、スペースもなくなっちゃってんだって言ったら、ここの間のスペースを開けるために自分はこうやって行って、お前出てこい。お前出てこい。入れられるぞ。で、閉められたら俺横に行って、こっから持ち出して、このスペースに入る。スペース空いてるんですよ。こういうふうに人を動かして開けられるか、みたいなのを、やっぱりこの、どんどんスピードアップして、どんどんパワーアップしてくる。だからこそスペースの妙で、一番のスペースです。そういうのを考えてプレーできるかな。俺たちもやっぱりそこでそれするみたいな。それが間違いない。そういうのを頭に入れながらプレーしてます。基本的にみんな任せてる。みんなにどういう結果出ようと思います。Oh!